こんにちは。今回は新アニメアイドルマスターシンデレラガールズ U149 第1話に対する視聴者さんの反応と個人的感想を見たいと思います。チャンネル登録と高評価何卒よろしくお願いします。それではどうぞ。想像以上にロリの世界だった。このご時世によくやろうと思ったな。これめっちゃよかった。作画すごすぎだろ。これ再現クオリティはさすがとしか言いようもない。床になって全員のパンツ眺めたい。クオリティがダークフォースだな。無職転生一期の監督を読んだ時点で性的になるのは予想できるだろ。こんなん見てたら頭のおかしいロリコン扱いされちまうわ。すごいよかった。アリス中心にしたおかげで初見もとつきやすそう。控えめに言って完璧な一話だったな。デレマス一話を思い出す。打倒鬼滅。とにかくすごいの一言に尽きるな。シャーンかけてるレベルだわ。サイゲピクチャーズがアニメ会社の中でもいきなり優秀なレベルに入ってきたぞ。それぐらい作画がすごい。ここまでサイキクがやるとは思わなかった。このままクオリティが維持できたら十分ダークホースになり得るな。ぼっち、オニマイ、リコリコ、全てを過去にする今期派遣の神アニメ。誰もが認める神コンテンツ。ここに降臨。確信した。今期の派遣はこれと鬼滅だわ。今のご時世にアイドルアニメで手書き新作画とか大パンツすぎる。作画無駄に良かったけど1話限定のパターンもあるからな。まあそこは制作スケジュール次第よね。余裕を持って作ってるのかどうか。想像してたより良かったかもしれん。なんかアイドルアニメじゃない別の何かを見てる気分だった。ただ作画が良いんじゃなくてちゃんとキャラの距離感だったり絵作りが良いわ。これ後音響もこだわってるし映画見てる気分になる。作画いいな。見てて気持ちいい。手書きは最高だ。それで身体測定会やマイクロビキニ会はまだかね。よくよく考えれば今年初めての男向けのアイドルアニメになるのか。めちゃくちゃ良かったわ。エンディングよく動いてたし、オープニングがどうなるか楽しみだ。なかなかいいんじゃないか。あとは晩作尽きず最後までこのクオリティを保ってくれればいいんだがな。どこか今日はアニっぽいと感じたの俺だけ。作画の動かし方もエッジ効かせた演出も。一話やばかったな。久々に理性のタガが外れてしまったぜ。こんなのファンになったら全員逮捕レベルのやばいやつじゃないですか。デレステを一度もプレイしたことがない俺が1話は完璧なアニメだと思った。サイピクなら作画はとりあえず安心できる。サイピクの作画とキャラデザ完璧だな。久々にアイドルアニメの1話で綺麗にまとまってるの見たわ。あとはプロデューサーを好きになれるかどうかだな。サイゲピクチャーズの作画はもう世界いけるだろ。これもっと知名度高くてええやろ。アリスが歌ってるところや一部モブは 3D っぽいが、それ以外はほとんど普通の 2D だよな。気づけないレベルで 3D と 2D をうまく併用してるならそれはそれで構わない。アイカツとかと比べてなんかこっちは子供向けの健全アニメな感じが全くしないのはどうしてだろう。アイカツは女児向けだろうが U149 は完全にロリコン向けだろう。ミレイ以外はアニメ初でか。これロリコンホイホイすぎるわ。もうロリコンでいいや。この言葉が生まれた意味が凝縮されたアニメだ。素晴らしい。ロリコンじゃないけどアイマスのアニメで初めて興味持ちました。俺もロリコンじゃないけどこのアニメは面白いと思うわ。まずいな。このアニメ見てたらロリコンに目覚めてしまいそうになってしまう。危険なアニメだ。でも来週も見たい。ロリロリマスター、作画も良かったし滑らかに動いてて良かったわ。次も見ます。これ両親絡みで雨降り展開来るよね。あまりキャラ知らないけどこのメスガキちゃんは久しぶりに来た。アリスはあんな人気のない道を一人で歩くとか危険すぎるが、優しい世界なのでセーフだな。アリスとモモカってついになる存在なのか。和風なキャラと洋風なキャラだが名前のイメージは逆という。アリスはなんで名前で呼ばれるの嫌がるの。アリスの響きが子供っぽいからみたいなこと1話で言ってたろ。主人公がこいつだと盛り上がるとは思わないんだけど。でも他に誰主人公にするって聞かれてもやっぱ立ち話しかねえなってなるやろ。ツインテの子に雑魚扱いされて罵られたい。その後大人を舐めるなと略上して泣きながら分からせたい。各は一人の担当会なのかな。知恵田ちゃん会が神会でありますように。デレステのファン数上位が JS ばかりのロリコンなんで今回のアニメ化は小春ちゃんのボイス追加も含めて最高すぎ。
テンプレキャラが大量に出る割には覚えやすい。いつもなら脇に一層なお嬢キャラが主役なのは珍しい。エンディングが結構変わるっぽいけど、今後1話超えれるのかなってくらいエンディング良かったな。わかった、これはプロデューサーに燃えるアニメだ。そうですね、プロデューサー嫁とガキいるのか。ロリ担当だから予防線は張っとかないとな。 W 常々思ってたんだけど、アイマスの P ってマネージャーじゃね。プロデューサーとして何か企画したりプロジェクト進めてるとこ見たことないよ。しかし真面目に引率大変だろうな。学校の教師と変わらんだろこれ。ファンからすると全員出してほしい気持ちはわかるけど、ワンクールで10人以上のキャラをさばくのってめちゃくちゃ難しい。実際ファンに忖度してキャラ全員出した結果、脚本ボロボロになったソシャゲアニメを何個も見てきたし、そこだけが不安。ファンさせてて一本のアニメとして完成度高めるなら、アリスと愉快な仲間たちってレベルでアリスにフォーカス集中させるべきなんだよね。これってツークールなの？分割でもいいからツークールで放送してほしい。手書き30分もののアイマスとか正当な系譜の流れの作品なんやし。しかし今期はやっぱり作がいいアニメ多いな。それだけでも前期より見るアニメ多くて嬉しいわ。先行上映で絶賛されてたから逆に不安だったが、これなら期待できそう。来週のオープニングの映像もすごいらしいから楽しみやわ。これ原作のある作品なんやろ？原作読んでるやつ教えてくれ。面白くなんのか？原作から改編されてるから比較できんのよね。ただ1話同士で比べるなら確実にアニメの方が面白い。原作を噛み砕いてちゃんとアニメとして落とし込んでる。導入にしては完璧やったわ。これから物語が展開していくと思うと期待。アイドルマスター、略してアイマス、テレビアニメの新作が始まりました。私はシリーズ完全初見で、ゲームも正直ほぼやったことないんですが、それでも1話は楽しめました。まずすごいと思ったのは、アイドルアニメに必ずあるライブシーンが全て手書きだってのが驚きました。個人的な意見ではあるんですが、ライブになると CG になるのとかは本当違和感しかなかったので、この点だけでも絶賛したいです。そして出てくるアイドル候補生が全て気持ちいいくらいにロリコンホイホイなのはやべえな。私は断じて神に誓ってロリコンではないですが、これはちょっといい意味で頭おかしくなっちゃうよ。9人それぞれちゃんとキャラ付けされていて、名前までは覚えらんないにしても、いろいろと個性ありそうな子たちばかりで、当番会が非常に楽しみです。ファーストインプレッションでは、喋り方がおっとりしてるのほほんとした性格そうな子が小春ちゃんが推しかな。プロデューサーが最初出てきた時学生なのかと思ったぐらい若かったですが、てか初日から遅刻すんなよ。しかし今期は作画が綺麗なアニメが多いですね。それだけで豊作です。というわけで、アイドルマスター、シンデレラガールズ U149、皆さんはいかがだったでしょうか？どしどしコメントお寄せください。以上、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、ぜひチャンネル登録お願いします。次の動画でもよろしくお願いします。